はい、津藤堂家墓地、鑑賞院に来ています。ここはですね、津藩および、その師範であったの久井藩ですね、その藩主のお墓がずらりと並んでて、囲いもなく街中にいきなり、巨大なお墓が現れるんで、初めてだとびっくりしますよね。ここ去年も通ったんですけど、車で通っただけで全然寄らなかったんで、今日はゆっくり見たいと思います。今映ってるのは高虎公ですね。高虎公はお墓は他にもあるんですけど、まあ、一応こちらがまあ地元というか、藩祖ということでですね、かなり巨大なものがありますよね。被災家の方はちょっと今見えてる向こう側なんですけど、まあどちらにしてもですね、こんな大きなお墓が、高虎夫人ですね、正寿院のお墓、長寿院の方が、奥さんの方が大きいかもしれません。そのぐらい巨大です。あと6台、台数書いてないんですけど、各、当主の夫人とかですね、こういった大きな道沿い、まあ、地元の方はね慣れてるんで別になんてことはないんでしょうけど、外来から来るとですね、こんな、お墓がいきなり囲いも何もなくね、いきなり大きな道沿いにあるというのはちょっとびっくりですよね。史跡にもちろん書いてますね。本堂はあちらです。ちょっと古いんですよね、ここね。歴代のお墓があるということでかなり古いには古いんですけど、手前の小さいお墓が住職さんですね。こちら三代高久公、あ、ごめんなさい、高津公忘れた。まあ 初期から高津公とかですね、まあ江戸初期の大名は割とですね、名前も知られた方が多いですよね。こちらも大きいですよね。どっから撮っていいかわからないですね。とりあえず被災藩主はこちらですね。こちらも大きなお墓ですね。はい、ちょっと一般の方もいますんで、住職さんとか一般の方はちょっと外して写しますね。はい、お墓巡り好きな方はぜひ来てください。本当にたくさん拝めますんで、ちょっと、藤堂家とゆかりのある方でないとなかなかゆっくり見るっていう方は少ないかもしれませんけどね。13体字が、ね、難しいです、読めない。高枝、ここからちょっと小さく、8台からちょっと小さめになってきますね。15台ちょっと遠慮したんでしょうかね。まあそれにしてもかなり大きい。で、鑑賞院こちらですね。菩提寺ということなんでね、まあ伊勢の国主藩のお墓の割にはちょっと規模が小さいというか、敷地が狭いというか、ちょっと所狭しと並んでる感じでですね、ちょっとですね、さすがにちょっとどうにかならないんですかね。まあ、外部のものが口を挟むことじゃないんでしょうけど、ちょっと倒れそうで、支えが入ってますよね。木造の部分が多いですからね、しょうがないんですけどね。これで台風とか災害の来たら大変ですよね。ちょっとね、綺麗なお寺巡りをする方にはちょっと不向きですけど、でも歴史好きな方でしたらね、ぜひ、藤堂高虎公ゆかり、藤堂家ゆかりのお寺ということで、寺院ということで来ていただければと思います。ちょっとこんな感じですよね。ちょっとお賽銭箱もないんですね。墓標があるんですね、一応ね。あ、古い方の墓標になってますよね。先ほどの看板は新しくできて、ちょっと登るのも怖いですね。あ、こちらの方はちょっと分かりやすいですかね。さっきの縦横がなんか逆というか斜めになってるんで、こちらが、現在のある、墓石の位置と合致していると思われます。見やすいですよね。はい、じゃあお墓参りの好きな方はぜひ来てください。鑑賞院でした。